上げていきます。今だペットダウン、早いパンチが。Nito lang August 14, 2022 ay dumayo sa Japan ang tubong masbate na si Jeyo Santissima upang sagupain ang Japanese former world title contender na si Hiroshige Osawa para sa isang 8 rounds featherweight contest. Si Hiroshige Osawa ay dating OPBF featherweight champion at dating WBO Asia Pacific featherweight champion. Habang ang ating kababayan naman na si Jeyo Santissima ay dating WBO Oriental Super Bantamweight champion. Sa labang ito ay pursigidong manalo si Jeyo Santissima dahil nagkasunod-sunod nga ang mga talo ng Pinoy sa mga Japanese boxer. Ang laban ng dalawa ay ginanap sa Osaka, Japan at bago ang kanilang bakbakan ay may baong kartada si Hiroshige Osawa na 37 wins, 5 losses, 4 draw at may 22 KO. Habang si Jeyo Santissima naman ay may kartadang 21 wins, 4 losses at may 18 KO. Halina mga kaboxing at muli nating balikan ang kanilang naging bakbakan. Grove, akay trunks ga. Soste akay grove, akay trunks ga. Wa. Ma, uwaze de wa soko made sa. が近づいてくるとということになり、お互いに顔面を捉えていきます。ここもそして大沢博重は37歳、左で追っていきます。行きました、城三津島。あ、この強烈、城三津島です。あ、力ありますね、城三津島。まあそうですかね、問題ないと思いますけどね。まだ探ってるの、まあ、ただこれも、まあ、竹原さん、ここからですね。本当に左の付き合いでしたけど、はい、ここからどういう駆け引きが始まるかですよね。ね、考えないと。配分という部分も大事になってきますよね。スタミナ配分も大事ですもんね。はい、ここで城三津島が一つギアを上げてきたか。あ、ボディを狙っていこうと。左フックです。積極的にプレッシャーをかけていきます、城三津島。そしてボディ、これでシャーティフック。スワレスの左フック、左ダブル。いや、強烈なフックで交錯します。いや、竹原さん、この城三津島ですか。いや、怖いですよ。怖いですよね。左右大振りのフックならやっぱ効きますよね。ですから、先ほどは一つこう一発に力を込めていきます。ボディからアッパーにつなげていきました、城三津島です。ところにパンチを合わせていきます、城です。城三津島、まあでもしっかり見てますね。力のこもったボディーブロー、どうですか。まあ、まともにやったらパンチってある程度耐えられる。興味もらいました、強さ。そしてボディーブローありますよね。そうですね、一発一発対パンチです、城三津島。ただ攻めていきます、大沢。フックは空を切りました。そしてアッパーもここで第2ラウンド。普段ですか。もう結構やってる方確かに長く感じますね。十二試合。顔面を捉えていきました、城三津島。さあ前に出ていきます、城三津島。一発一発に力を込める、まとめるまとめる、ロープを背負っている大沢。まだこれしっかり見えてますね。相手をよく見て、ショートパンチを返していく大沢。今度はロープを攻めます。ダメージ的にはどうですか。いや、ダメージあると思います、いろんなパターンがあるんで、はい、そうなんですね。攻めていきます、城三津島。ロープを背負っている大沢、今度はさあ相手を追い詰めていきます。現在 WBO スーパーバッター、元 WBO オリエンタル初めての対戦ということになります。上下の内訳を見せていきます、大沢。いいボディ入り始めました。ダブルは城三津島、ただショートレンジパンチを返します。プレッシャーをかけて前に出ていきます。ここでラウンド終了のゴングです。対城三津島の一戦、やっぱりこの左フック顔面を捉えていきました。いい角度で入ってますね、ですからまあ21勝のうち18 KO、
ドサンツマです。まあ、竹原さんは城山千葉ガードを上げます。一貫してこの左はよく出てますね。そうですね、左でいい重さで入ってると思いますよ。まあ、上体を振って、あ、左はよく入っています。ただ城山千葉はキレのあるショートレンジのパンチも持っています。そうですね。あ、今ちょっとローブローボディのパンチが分けて城山千葉に注意が与えられます。さあ試合が最後というところもありますよね。うん、そうですね。まあ、まあ、しゃあないとしゃあないですね。まあでも気をつけない。角度を変えてパンチを狙っていってワンツーマン。あー、この離れ際のフック、竹野さんこれ怖いですね。怖いですね。左左左フック、パンチを集める。怖いですよね。やっぱスピードありますね。パンチ力があります。ついていくのは大沢。さあ最後は持っていきました大沢、ね、そうですね。でスピードあります、ね、スピードありますね。あのスピードは速いものがあります。一回ね大沢君が当たってるんですよ。そうなんですよね、はい、危険です。狙っていきます城山千葉。そして左パンチをつなげていきました大沢広重。このラウンドアタックカウンターを右からどうつなげられるか。左の打ち合い、大沢やっぱ左を突くことなんで、ね、と思いますね、はい、下手にガードして打ち合うよりは、左から左にラッキーにしてボディ打ったり、はい、そっちの方が大沢君は得意じゃないですか。このショートレンジの打ち合いスピードガードを上げていきます。その合間でアテンプダウン、matapos tamaan ang short left hook ni Santisima sa round 5 ay bumagsak ang hapon at hindi na nga nito nagawang makatayo pa. Sa panalong iyo ni Gio Santisima ay naputol na ang sunod-sunod na pagkatalo ng mga Pinoy sa mga Japanese boxer.